皆さんはあのイエベーとブルベーって聞いて何を思い浮かべますか？あの私はこの間ロフトに行ってママ友にこの話をしたらママ友が「え何それ?」って言ってました。私もあのブルベイエベって聞いてどこぞの外国人の名前かと思ってたんですけど、あの外国人の名前じゃありません。世の中にはですね、あのパーソナルカラーっていうのがあって、あのブルーベースとイエローベースっていうのがあるらしいんですよ。私すごくあの焼けやすいんですよ。肌質がすごく焼けやすくて、で焼けやすくてそのまま元に戻る、赤くなったりとか痛くなったりとかしないんですよ。でそれをまあ考慮するとどうやら私はあのイエローベースの秋という部類になるようなんですよ。でまあどんなこっちゃ分からんけど、とりあえずあの雑談をしながらこっちはまあこっちからこの半分で分けて、まあイエローベースとブルーベースでメイクをしていきたいと思います。で、あのお出かけ前ですので、あの子供たちはパジャマです。で私も部屋着です。はい、というわけでやっていきたいと思います。はじめ。ベースメイクは終わってます。なのであとは眉毛描いて、あのアイシャドウ塗って、口紅塗って、チーク塗ってみたいな感じです。あのもうブラ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 。じゃあ君はこれはね、これ君はこれ死んでよ。あとあの、アルクマちゃんおめでとうございます。イエーイ、アルクマちゃんおめでとう。イエーイ、いや本当に嬉しい。アルクマちゃんもうなね、ゆるキャラ1になって、もう長野本当に台風でさ、もうすごい被害があったでしょ。でそれのに明るいニュース、写真撮ってることだよ。そうね、写真撮ってるとこあの緑のあのところにあるでしょ。緑の2階にアルクマちゃんいるでしょ。あそこでいつも撮ってるんです、写真を。いつも実家に帰ると撮ってるの、せいちゃんとアルクマちゃんが。ほんと心が穏やかになるニュース、すごい嬉しい。で私はあの何だろう、くすんだ色があの似合わないというのが出てるんですね。せいちゃんはなのでできるだけまあちょっとくすんだ感じのやつで、ブルー的なやつを、似合わなそうな感じの色を乗っけてくっていう感じなんですけど、あの鏡の前にいられると全然できないんですけど、あの君たち、お出かけ、眉毛、こっちがブルーベースで、こっちがイエローベース。まあまだわかんない。こっちが何で塗ってんの？リップ。リップ？スティック。お、いっちゃんが踏ん張ってる。うんちかもしれない。うんって言ってる。わからないかも。これ分かりにくい？分かりにくい。あんまり分かんない。あんまり分かんないじゃないか。あんまり分かんないぞ。これは転がった出来事だ。あんまり分からない。あ、いいんじゃない？これで分かるんじゃない？ちょっとは。ほら、ああ一苦労、もうほんとさ、そういうところ。もうね、ちょっとこっちにあのゴールドの方をこのイヤリングをつけました。でこっちにシルバーの方をつけました。でもう一回やるね。これが似合う色、似合わない色。まあだからこれは今だから似合わない色を着てるわけなんだけど、まあ、だからどうなのっていうところですよね。でも確かに血色が悪く見えます。私の場合は
私の場合はやっぱり本当に青を使うと非常に顔色が悪くて死人みたいな感じになっちゃうんですよ。なんか本当に青とか使うときは気をつけなきゃいけないなっていうのはありますわな。もうすぐ私誕生日なんですけど、誕生日プレゼントは動画を撮る照明がいいなって言ったんですよ。まあ、結構お高いやつなんですけど、そしたら結構お高いっていうか、まあね、私はもう、まあ、一文なしですから、もち帰ろうよ、一文なしの私が頼んだら、よくもまあ YouTube に反対の俺にそんなことが頼めたもんだねって言われて、早く、何事もスムーズにはいかねえなって思ってるよ。だからいろんなものを使って工夫して頑張ってみる。だからね、まあ見づらかったりね、いろいろ動画の質が悪いなって思うかもしれないけれども、本当に頑張っていきますので許してください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、コメント登録押してね。次の動画も見てね。バイバイ。こんな、痛い。